1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。インから1号艇の後藤ですが、これはちょっと早いタイミング。一周1マークへ向かっていますが、スタートは判定中、スタートは判定中です。お手元の船券は大切にお持ちください。ファンの皆様にここでお知らせです。このカードはフライングがありました。1号艇の後藤誠也選手はフライング変換欠場、1番の後藤はフライングにより変換欠場です。従いまして1番に関係する投票券すべて払い戻し変換、お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。アウト6コース6号艇の丘ですが、これはちょっと早いタイミング。1周1マークへ向かっていますが、スタートは判定中、スタートは判定中です。お手元の船券はどうぞ大切にお持ちください。ファンの皆様にお知らせいたします。このレースはフライングがありました。6号艇の岡雄心、フライング変換決勝です。6番の岡選手はフライング変換決勝となりました。従いまして6番に関する投票券すべて払い戻し返還、お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。2コース2号艇松尾、インから1号艇当時、4号艇渡辺好スタート。逃げる1号艇当時、2号艇松尾が指して、そしてまくりザスカまくっていったのは3号艇大谷、あるいは間から5号艇倉柳。逃げる1号艇当時が先頭ですが、後方行ってアクシデントありました。2号艇松尾にアクシデントでしょうか。スタートは正常です。2マーク1号艇当時がトップです。お知らせいたします。このレース2号艇松尾が転覆失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇の為本と2号艇の中山が好スタートです。まずは逃げ体勢、1号艇の為本さす2号艇の中山にまくりに行った。3号艇の佐々木、内からは5号艇の秋田と6号艇とかし、4号艇の菊池がちょっとバランスを崩しましてアクシデントです。先頭は1号艇の為本智也、2番手3号艇の佐々木に2号艇中山接近、外に5号艇秋田、6号艇とかし最後方。スタートは正常です。お知らせいたします。4号艇菊池峰春は転覆のため失格、4号艇菊池峰春は転覆のため失格となっています。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。そこから1号艇のマトリ、そして1号艇のアワタのタイミング、1号艇のアワタのタイミング際どくなっています。そして4号艇のマトリも踏み込んでいます。ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。バックストレッチ6号艇川原、2号艇の岡本、1号艇のアワタ、ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1周2マークの旋回です。6号艇川原、2号艇の岡本、ここでお知らせいたします。1号艇のアバタはフライング変換欠場です。1号艇アバタに関する投票券すべて変換払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。5号艇の坪井のタイミングが早かったか。5号艇坪井、ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。5号艇坪井のタイミング、スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。1周2マークに差し掛かります。6号艇の黒野が先頭でスタンド前、ここでお知らせいたします。5号艇の坪井はフライング変換欠場、5号艇の坪井はフライング変換欠場です。5号艇坪井に関する投票券すべて変換払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。ひるとく
6レーススタートのさ1コースから5スタートは1号艇の大峰5コース5号艇でほぼ横一線のスイッター体系から一緒に1枠逃げる1号艇の大峰2号艇の一緒相手まくる差しに回っては3号艇の間には間割って5号艇の今で切り込んでくる4号艇の武田で向こう正面です押し切った先頭1号艇の大峰豊が2番手差して3号艇の間には打ちをついては4号艇の武田アウトコースまくった2号艇の一緒一緒にコーナーの世界スタートは成長2番手コーナー競りかけるは4号艇武田さっと引いて3号艇の間には2番手から2号艇石田昭弘ホームに帰りました先頭は1号艇大峰豊が2番手1番手から3号艇の間には3番手2番手から2号艇の石田差がなく4番手が4号艇の武田上田家は1三2レースは西丸1コーナー2番手ターンは3号艇の間にはインに変わってやってくる4号艇の武田を外外かわして2号艇の石田で向こう正面4号艇キャビって5号艇が来て達成となりました先頭は1号艇大峰2番手が3号艇の間には3番手が2号艇の石田上田家は1三21マーク5号艇今までにアクシデント達成ですレースは2周にマークの戦火と向かっていきますここでお知らせいたします4号艇の武田真一2周1マークにおきまして妨害のため失格5号艇の今で真二転覆のため失格となりましたハリー1番2番3番4番5番6番でスタートしましたわずかに2、3コースあたり2号艇3号艇コースタートですがほぼ横一線です1周1マークは1号艇前城6艇中北に3号艇の付け眉は浜田打ちをついて2号艇の中村の差しでバックストレッチでありますがさあトップ争い3艇高枠軍並びました内から2号艇1号艇3号艇並走のトップ争いスタートは正常でした3、4艇身空いた位置では外枠3艇6、4、5と内から並んで1周2マーク先取り2号艇の中村に3号艇浜田の付け眉後ろは6号艇をつけて差し返す1号艇中北ホーム側に戻ってここでトップに立ったのは2艇身2号艇です先に回った中村桃香2番手が3号艇の浜田水が空いた3番手1号艇中北の後ろ2艇身で6号艇西舘が追っています2周1マークトップ2号艇中村で3号艇離れず浜田3番手も1号艇中北の後ろごちゃごちゃっとして4号艇が握って回って波にはまった6号艇かアクシデントバック側では3番手1号艇の中北が一定身優勢外に開いて控えています4号艇福島で2周2マークトップ2番手は抜けて2号艇中村3号艇浜田3番手逃げる1号艇中北を追って握って4号艇の福島でホームストレッチです6号艇の西舘は2周の1マークでアクシデントにより失格となりました1番2番3番4番5番6番ですスタートしました5コースからトップスタートは5号艇の飯塚ですが少し4番に止められていく4号艇が出ていきますが2号艇も出て2番と4番まくり競り合った小回り1号艇の内から6号艇中川バック側に入ってさあここは抜け出して先頭は逃げた1号艇清水さくらその後ろに6号艇中川そのすぐ後ろには3号艇と5号艇も控えていますスタートは正常でした先頭は2号艇の清水2マークコーナー先取っていくそして6号艇が3号艇を抑え込んで回っていきホーム側さあ6号艇の中川が上がってきた内から1号艇の清水を捉えてきましてトップ争い並走に持ち込んでこの 2選手が大きく抜け出しています内側に6号艇中川外側に1号艇清水のトップ争い2周の1マークは6号艇が先行差し返す1号艇の清水ですがここわずかに届かないかここは前に出て6号艇の中川トップに立っています体型は6番1番3番となってさあ1マークでアクシデント発生2艇にアクシデントこれから2周の2マークトップは6号艇中川2番手は1号艇の清水ですはい、4号艇の大橋ゆず残念ながらここは妨害失格となってしまいまして被害を受けたのが5号艇の飯塚響き幕成3対3でスタートしていきました1号艇と3号艇スタート先行間は2号艇の石田も揃えてきたところで1番の5号逃げる1番幕成3番差し番2番4番あとは5号艇6号艇4番これはアクセントになりました先頭は1号艇の中島光平続く2番手は2号艇の石野貴之3番手外に3号艇の渡辺ですスタートは前提正常でしたなお4号艇の平高 1周の1マークで転覆のため失格4番平高は転覆のため失格となっています
発祥地ナイターボートレース大村の SG 第57回ボートレースクラシック、初日は第9レース予選競争を迎えた競争水面です。なおこのレース1号艇に乗艇予定でした貝原優希選手は病気のため欠場となっています。